マリオ・ゴメス、マリオ・ゴメス、こと、マリオ・ゴメス・ガルシア、1985年、7月10日帯、は、西ドイツ・バーデンイコール、ビュルテンベルク州、リートリンゲン出身のサッカー選手、VFB ・シュトゥットガルト所属、元ドイツ代表、ポジションはフォワード。2001年、SS v ウルムから、VFB ・シュトゥットガルトのユースに入団。 2003から04シーズンの2004年3月9日 UEFA チャンピオンズリーグのチェルシー FC 戦でプロデビューを果たし2ヶ月後の5月8日にはブンデスリーがデビューその後はリザーブチームでのプレーを余儀なくされたが2005から06シーズンは30試合6得点の成績を残した2006から07シーズンはコンスタントに得点を重ね 15シーズンぶりのリーグ優勝に貢献。記者投票による2007年の年間、最優秀選手に選ばれた。しかし、2007年3月10日のボルフスブルク戦で、左膝の人体帯の内側を負傷。その場で、メディカルスタッフから治療を受けたが、腹立ち紛れに、医療器具の入ったケースを殴りつけ、右手中指を骨折するという不運に見舞われる。2009年5月。 バイエル・ミュヘンへの移籍が発表された。移籍金は3000万ユーロで、ブンデスリーガ史上最高額となった。しかし移籍初年度は、リーグ戦10得点と、4年連続でのリーグ戦2桁、得点を記録したものの、トーマス・ミュラーやイビツァ・オリッチの活躍に後陣を廃し、リーグ戦で、先発出場したのは22試合に止まり、シーズンを通して、レギュラーとはならず、 期待に応えたとは言えない成績に終わった。だが、ワールドカップを挟んでの2010から11シーズンは、序盤こそ控えであったが発節のハノーファー戦で、ハットトリックを達成。その後は、国内外の大会で得点を重ね、リーグ戦で5度、CL でも一度のハットトリックを達成するなど、不動のレギュラーとして活躍。最終的にブンデスリーガでは28得点を挙げ、 初の得点王に輝いた。2012から13シーズンは負傷で出遅れ、新加入のマリオ・マンジュキッチに先発の座を奪われ、クラブは三冠に終わるも、不満の残る成績となった。シーズン終了後の2013年7月8日、フィオレンティ内ナ遺跡が決定したとバイエルンが発表。遺跡金は1600万ユーロとも言われる。背番号は、バイエルン時代と同じ33番。 2013年大きな期待を背負ってフィオレンティーナに移籍した2013から14シーズンでは故障が相次いだ影響で全ての大会で15試合出場の4ゴールの結果に終わった。2014から15シーズンもリーグ戦では20試合5ゴールと目立つ活躍ができないままフィオレンティーナを去った。2015年7月29日 ベシクタシュ JK2015 から16、シーズン終了まで1年間の期限付き遺跡、買取オプション付きすることが発表された。ベシクタシュでは33試合に出場して26得点を決めて得点王となり、チームのリーグ優勝に貢献したが、クーデターなどトルコの正常不安を理由に2016年7月20日に自身のフェイスブック上で対談を発表した。 2016年8月17日、VFL ボルフスブルクがゴメスの獲得を発表。一石金は700万ユーロと推定されている。これにより、3シーズンぶりにブンデスリーガへ復帰することとなった。2017年4月レバー空前戦で、ハットトリックを達成、3点目のゴールは、ゴメスのブンデスリーガ通算150得点目となった。 2016から17シーズンはリーグ戦16ゴールの活躍を見せた。2017年12月22日、フルスの VFB シュトットガルトへ2020年6月までの2年半契約で完全一席。8年半ぶりにシュトットガルトへ復帰した。背番号は27に決まった。2007年2月にはスイス戦で代表デビュー。 元チームメイトのケビン・クラニーとにトップを組み、初得点を記録した。国内リーグでの得点数は年々伸ばしていたが、代表では目立った活躍をできていない。期待されたエウロ2008でも、大会後半からは、スターティングメンバーからも外れるなど、ノーゴールに終わった。2008年6月2日の UAE との親善試合で代表初ハットトリックを記録。 2010フィファワールドカップ本戦メンバーにも選出され4試合に途中出場したものの無得点に終わった。2013年以降は負傷の影響もあり代表での出場機会が減少していたが2016年3月26日のイングランドとの親善試合で約4年ぶりとなるゴールを記録 UEFA e u ロ2016では2得点を挙げる活躍を見せたが 準々決勝のイタリア戦でハムストリングを負傷し途中交代。フランスとの準決勝には出場できず、チーム唯一のセンターフォワードを書いたドイツは敗退した。2018年8月5日、代表引退を表明。父がスペイン人、母がドイツ人。父の影響で FC バルセロナを憧れのクラブと公言している。 スペイン系のためシットガルトファンからは、闘牛士という愛称をつけられており、闘牛のような強引な突破が持ち味。恵まれた体格から来るパワーと足元の技術を合わせ持っている選手である。ヒーローは、JJ オコチャとロマーリオである。通算、78、31。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。